マットさんは日本のスリーピースインストロックバンドエディレジェンドを中心に東京都国分寺市にて結成ザン・6チエ s に在籍していたエディが京都トールと結成したバンドハウズザマットメンがマットさんの母体であるモッツガレージシーンで活動した後にハウズザマットメンが解散し1八十九年よりエディ 春と今日の3人でマットさんとしての活動を始める。日本初のガレージロックイベントバックフロムザグレーブにてデビューライブ。ギターウルフやザ5.6、7.8S らと日本のガレージパンクシームを中心に活動の輪を広げる。1996年に大阪のタイムボムレコーズよりファーストアルバムジャックザバイオレンスをリリース。1999年には 富士ロックフェスティバルに出演。2000年に、ミディより、アルバム、ロックンロールキングダムをリリースし、メジャーデビュー。また、千葉マリンスタジアムにて開催された、エアージャム2000に出演。その後も、a ー、ベー、フツ、イ、ラン、ゴー、ドクなどでツアーを観光し、次々と作品を発表するが、2009年に解散。2016年に、ブラのモンマ、 ヒルトの身体性にて再結成し、2018年には、至る、タキチにメンバーチェンジ。2019年、シングル、ラッドロットベビーをリリース。客演に、円に、ロ放ク、田中は等が参加。アートワークを、ロッキン、ジェリー・ビーンが担当。同年12月には、結成30周年記念アルバム、ロックンロール・アンデッドをリリース。2021年には、プール。 力にメンバーチェンジし、現在も活動を続ける日本における、ガレージシーンの最重要バンドの一つである。ありがとうございます。